中山グランドジャンプは日本中央競馬会が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は農林水産省商店中山グランドジャンプと表記される。略称は中山グッジョブ。正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。中山グランドジャンプの優勝例当時の中山競馬クラブ理事長であった飛田金一郎が東京優駿に匹敵する中山競馬場の名物レースを開催する目的で1934年12月に大障害特別を創設。これが本競争の前身である。第2回から春、秋の年2回施行となった。その後、度重なる名称変更を経て1948年秋より、中山大障害の名称で定着していたが、1999年に障害競争改革の一環としてグレード制が導入された際、中山大障害がリニューアルされ、現名称となり、合わせて最高峰の JGI に格付けされた。第1回の距離は中山大障害と同じ芝4100メートルだったが、第3回より芝4250メートルに変更され、現在に至る。2000年から2010年までは国際招待競争であったが、2011年より国際競争へ変更され、JRA による招待及び費用の負担は廃止された。2021年現在、障害重賞競争では、唯一第11競争で施行される競争となっている。以下の内容は、2021年現在のもの。出走資格、サラ系、障害4歳以上負担重量、定量外国馬を除く出馬投票を行った馬から、通算の習得賞金、過去1年の習得賞金、過去2年の JGI 競争の習得賞金の大きい、順に出走馬を決定する。2021年の1着賞金は6600万円で、以下2着2600万円、3着1700万円、4着990万円。5着660万円。中山競馬場の障害コース、たすきコースを周回し、直線は芝コースを使用。全体の距離は4250メートル。第3コーナー付近からスタートし、まず順回りで4分の3周。高正面から年に2回しか使われない大障害コースに入り、大竹柵を飛び越して逆回りに変わる。第4コーナーから第3コーナーを通って、再び大障害コースに入り、大池垣を飛び越し、再び順回りに戻り、第2コーナーを過ぎた、高正面から中山大障害と異なり、芝外回りコースに進入。第3コーナーにかけての2つと最後の直線に1つ、設けられた障害を飛び越してゴールする。大障害大竹柵大池垣中山競馬場のたすきコースは、大障害コースとも呼ばれ、大竹柵と大池垣の障害が設けられている。大障害コースは、本競争と中山大障害の時のみ使用され、他の障害に比べ幅、高さともに大きい。大竹柵スタートから5番目に飛び越しする障害。高さ160センチメートル、幅205センチメートル、畜柵部分の高さ140センチメートル。大池垣スタートから7番目に飛び越しする障害。高さ160センチメートル、幅240センチメートル、池垣の高さ140センチメートル。前面土塁部分に赤レンガのデザインが施されている。優勝馬の馬例は2000年以前も現行表記に揃えている。距離のコース種別は最後の直線コースを走行する際の馬場で記述する。記録各回競争結果の出典。ありがとうございます。